こんにちは。こんにちは。キュアレアシスタントのミレイです。はい。今回は AB サポーターの特徴について伺いたいと思います。はい、教えてください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この AB サポーターなんですが、はい、触っていただいてもわかると思うんですけど、はい、内側が結構ツルツルしてるのがあります。ツルツルしている。あ、はい、ツルツルしてます、はい。肌触りは非常にいいんですね。はい。なので直接、まあ、地肌に、うん、つけてもらえるような形にはなってます。はい。はい、で、素材はウェットスーツを作るような素材なので、はい。いわゆる防水性も高いですし、うん、防水性というよりかはどちらかというと、通気性がいいので、はい、蒸れづらいっていうのは、あります。はい。はい。で、あとは、要所要所にマジックテープが、まあ、くっついていて、脱着が非常に簡単なので、はい、履いてても、辛くないことほぼないんですけど、まあ、パッと取り外しが簡単にできるような構造になってるっていうのも一つ特徴かなと思います。はい。はい、で、つけていただくとわかるんですけども、はい、このサポーターは一般的な固定を目的とするものではないんですね。ゆだにをケアするアイテムなので、キツキツにこう巻く必要ないんですよ、うん。はい。もうちょっと言うとですね、ここに、段差があるんですが、はい、ここまでのクッション性はいらないんですけど、はい、多少の厚みがあるじゃないですか。はい、この厚みが実は整体ポイントになっているので、はい。これが、本当に数ミリあるだけでも、はい、実は足の、骨格部分に対しての補正力が発生するんですね。はいはい、これがドーンと上に上半身が持ってきますので、これ時点でもうすでに矯正が始まってるんですよ。へー。実は整体が始まってまして、はい。で、これが動かないようにくるっとしているような部分がありますので、はい、そこまできつくですね、こう巻きつける必要もないんですね。あ、なるほど。はい。だから、つけてて違和感なくなるくらいの感じでいいので、はいはい、使用感としては非常にいいかなと思います。はい。はい、そうか、これが大事なんですね。この中身の厚さが大事なのではなくて、はいはい、ここにちょっとしたこの段差があるということが非常に大事なんです、はいはい。厚さよりもね、ちょっとでもその持ち上げられる機能があれば OK。普通の、なんだろう、体に何も異常がない人が入ったとしても、うん、なんか起きるんですか？変化は感じてもらえると思います。じゃあ普段からこの段差があった方がいいっていうんですか？普段もあった方がいいと思うんですけど、本来は自分でこう整えていけるはずなんですよ。そういうのを見ているときとかに、はい、それが、例えばこう日常生活で、歩き続けるお仕事だったり、座り続けるお仕事だったりっていう、うん、負荷がかかる生活で、うん、でかつ、まあ、ちょっと夜更かししてしまったりとか、うん、食事が偏っていたりとか、はい、普段のこう生活習慣で、はい、何かしらこう体がメンテナンスできないような要因があると、うん、そこのリカバリーがこうできなくなっていって、うん、なんでしょうね、借金を増やしていくような感じになってしまうんですかね。はい、なので、こういうアイテムで、はい、巡りやすい状態に一時的にこうリセットしてあげることによって、回復力を高めてあげるという考え方なんですね。だからなくてもいいんですけど、それだったら、うん、もう本当生活習慣とかね、ライフスタイル自体がもう非常に健康的な生活ができると、はい、問題なくいけるのかなとは思うんですけども、ね。今の人たちはほとんど何かしら。ちょっとこう、心当たりある人は非常に多いと思う、ね。多いと思いますからね。こんなことやっちゃってるなみたいな。確かに確かに。だったらこれを使って、うん、まあ、正常に戻すというか、そういう作業が必要だっていう、ね。そうですね。まあ、うん、そういう提案を、まあ、させていただいていますし、うん、はい、あとはまあ、何かしら悩みを持っている方が、うん、まあ、結構ね、私生活で使っていただくことが多いので、うんうん、はい。まずはそういうふうに。お悩みの方からでもいいかな。はい。ありがとうございます。はい。はい。わかりました。はい。はい。皆さんもぜひ参考にしてみてください。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。